どうも、カントです。さあ、僕はですね、現在大通公園に来ております。で、これ見えるかな、気温が20度になってるね。まだね、午前中なんですけど、すっごい天気がいいです。やっほー、いい感じでございます。ということで、3年ぶりに開催される札幌の春のイベント、札幌ライラック祭り2022に行きたいと思います。まあでもまだ人少なそうだね。ちょうど青なんで行きたいんですけど、間に合わなそう。全然信号は余裕だった。で、まあ今日ね、実は初日なんですよ。ね、で平日なんですけど、まあどうなんだろうね。初日だからな、いくら平日であっても人はいそう。でスーツな人多いから、おそらく関係者だと思います。うわ、すごい、ライラックじゃん。ライラック売ってる。800円だって。まあでもこっちの方が色が綺麗です。いや、いいね。イベント感あるよ。まあここではいろんな催し物とか、体験とか販売、そういうのをやってるんだと思います。わ、綺麗、見てごらん、これめっちゃ咲いてんじゃんね。満開って6月ぐらいって言ってたけど、意外とね、今年は暖かいからかな。めちゃくちゃ早い。綺麗ですね。ちょっとね、ライラックの様子は後半にゆっくりお伝えしていきたいなと思います。まずはですね、やっぱり食べ物でしょ。ということで、ここが何丁目になるのかな、6丁目かな、大通り6って書いてある。ここで、まあ、イベントとか食べ物、そういったものがあるそうなんで、行ってみましょう。あ、なるほどね。これさ、普通のこっち公園で中行くには入んなきゃいけないんだよ、これ。そういうことだ。さっきね、入り口から入るしかないんだ。こんにちは。こんにちは。お越しください。あ、これが必要なんですね、はい、これ書いて、はい、そうですね、受付で書いて、あ、書けばいいだけ、書いて渡していただければ大丈夫です。はい、だそうです。やっぱりね、感染対策とかもあるみたいで、ここで書いて、そんで行くらしいです。あれ、あの UHB ですね。めっちゃ撮ってる。みんなお仕事大変ですね。はい、自由席ですので、どうぞ。はい。おお、ちょっとこういう感じみたい。もう人がね、いますね。でも各局がね、来ちゃってるんですよ、先に。うわー、ありますよ、見てください、これ一番絞り、すごいね。で、撮影はそこでやってます。ほら、これぐらいならいいかな。ご苦労様です。で、こっちが北斗って書いてるね。へえ。まあ普通にあるんだね。焼きそばとか焼いてる。いいじゃないですか。焼きそば普通に食べたいね。
それ以外にもなんか焼き鳥とかもあるかな。これね、晴れのち、あ、違う、雨のち晴れ、隅川本店ですよ。おお、なんかアスパラとかかな、行者ニンニクの天ぷらある。で、鴨とかね、美味しそう。これトルコケバブアイチャ、僕ケバブ大好きなんで、これ後で食べたいなと思います。美味しそう。これがセタナ食堂、ウニご飯。なるほどね、ホタテつぶ焼きとか。そうか、粒食べたかったんだ。結構大きい粒ですね、大きめ。イカもある。こちらがあずまジンギスカン本舗でございます。いいね。あー、なんかどこも一番絞りなんだ。こういうの決まってんのかな。塩コロジンギスカンとかね、普通に美味しそう。まあこれがタイマハル、タイ料理、美味しそうです。へえ、本当にね、外国の方がやってる感じで、ナンとかもあるし、美味しそうですね。ちょっと気になる。さあ、こっちはどうでしょう。これね、有名ですよね。鈴の屋っていうのかな、牛タン。僕何年か前にここの牛タン食べたことある。大楽祭りでね、こうホルモンとかね、ソーセージ美味しそう。焼いておりますよ。おお、美味しそう。注文してから焼くスタイルかな。いいですね。あ、ここも一番絞りだ。結局もう一番絞りだけなのかな。ここはカラメル雑貨店だって。焼きホタテ、焼きガキです。で、まあ甘味もあるだね、チュロスとか蜂蜜、いいじゃないですか。ここがタイ料理、マニータイですね。ちょっとアジアンテイストな料理、ガパオライスとかあるみたいですね。美味しそう。なるほどね、これ多分協賛とかがあるのかな、だから一番搾りなのかも。お、来ました、ここ、カリカリトローリ、オタルだって。ポロカラっていうところだそうです。で、これね、女性に嬉しそうなメニューがいっぱいあります。見てください、これいちご大福ですよ、550円。美味しそう。で、アスパラの唐揚げね、ここもある。おお、いや、フライドポテトね、地味にこういうのがいいかも。いや、絶対うまいでしょこれ。ピザ生地で巻いてるんだって。そうか、こうやってソーセージとかチキンとかをピザ生地で巻いてると。美味しそう。まあこんな感じで全部かな、一応。うん、で、まあこうやってね、中で座れると。せっかくなんで、ここセタナ食堂の粒食べようかな。よし、決めた、粒にしよう。じゃあそれ一つください。はい、500円です。1,200円です。はい、500円のお返しです。すぐできますので、こちらでお待ちください。はい、
はい、ありがとうございます。やったいただきます。おーすごい、めっちゃ立派です。いただきます。うん、うまい。これ2個で500円なら全然ありだよね。では2つ目、あ、これもうこのまま見て、いくよ。もう特に何もせずこのまま出てくる。ほら、おー全部出た。1回で全部出ましたね、これほら。うわー贅沢。ではミント大丈夫かな、いただきます。うん、うまい。うん、ここ噛めないですかね。うん、しっかりコリコリしてるわ。ありだね。ちょっとね、北海道っぽいものを食べてほしいという気持ちは重々承知なんですけど、やっぱりケバブがどうしても食べたい。もう食べれます？注文できますか？はい、あ、注文できますか？はい、ケバブサンド、サンドです。はい、はい、600円になります。辛さは選べない？あ、辛いハラペーニョを入れられるので、はい、辛い方がいいです。辛い方がいいです。あ、じゃあここって普段どっかでお店やってるんですか？あの本郷通り5丁目でやってる。ああそうなんですね。はい、ただあのこの祭り終わった後に1回トルコに帰るので、はい、7月20日からまたあの営業します。いやー、嬉しい。はい、すいません。うわ、いっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ絶対うまいです、これ。やばいね。でハラペーニョたっぷり入れていただきました。早速食べよう。場所がね、なかなか決まらなくてごめんなさい。じゃあいただきます。ほら、めっちゃ美味しそうです。食べてみよう。食べづらそうだな。じゃあいただきます。うまっ。うん、めっちゃうまい。これはやばいわ。お肉のね、味もすごいいいわ。ジューシーだし、でピリ辛、うん、でキャベツもいい感じです。でこれトマト入ってるの嬉しいね。うん、具のボリュームやばくない？これ1個でめちゃくちゃ満足する。高いわ。でもボリューム満点なんだけど意外と崩れない、食べやすいです。最高に美味しかったです。で今の時間がちょうどね10時50分なんですよ。で11時からオープニングセレモニーが予定してます、こっちのねステージで。はい、なんか秋元市長とかが食事をするらしいです。ライラックの食事、うん、そういうイベントがあるみたいなので、ちょっとそれを待ってどうかなと思います。ようこそお越しくださいました。こんにちは。こんにちは。今日は待ちに待ったこの日でございます。待ちに待ちました。大変な晴天に恵まれまして、リアの花が香るこの季節、大通公園に多くの皆様にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。大変長らくお待たせをいたしました。ただいまから札幌市で100周年記念第64回札幌大学祭りオープニングセレモニーを開催いたします。本日司会を務めさせていただきます黒部水戸と申します。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。イエーイ。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました札幌市長の、はい、
64回のライラック祭り、こうした大勢に恵まれまして開催できますけど、大変嬉しく思っております。先ほどは北海道銀行の合唱団の皆さん、そして国政学院女子高等、こちら皆様、この後ですね、皆様から2、3回ですね、土をお運びいただきますので、ではよろしいですね。カメラの方も皆さん今向けられております。それではどうぞお願いいたします。ただいま、しっかりと皆様に置いていただきました。ありがとうございます。さあ、ということで、せっかくなんでね、さっき植樹していたライラックをちょっと見に行きたいと思います。ここちょうどね、開拓記念碑っていうところの真下でございます。おー、これですね。で、そのスコップを使ってこれをここにかけたということでございました。まだね、ちっちゃくて可愛いライラックです。ぜひ気になる方は見に来てくださいね。よし。で、さっきね、言ってたんだけど、オンラインで札幌市民の方限定にですね、1000本の、だから1000家族、1000人の人にライラックが抽選で当たるということで、ぜひね、市民の方応募してください。僕もちょっと後でしてみようかなと思います。当たったらね、また報告します。いやー、よかったね。で、ちょっとビールがね、どうしても飲みたいので、クラシックなかったじゃん。だからちょっとセブンでクラシックを買って大通公園で飲んで、今日は終わりにしようかなと思います。楽しかった。買ってきました、道民のお水でございます。よいしょ。はい、行きますよ。未遂でございます。よーし。いやー、いいですよ。今温度何度あるかな。いただきます。うまい。1時間近くね、水分を我慢してたんで、あー、今年一うまいビールだわ、今のが最高。ということで、皆さんにはここから大通公園のライラックの映像をご覧いただいて、本日はお別れしましょう。バイバーイ。